今日は2014年の4月28日です。朝日新聞の一面、排除の理由というシリーズが始まる、大きく出てまして、ジャパニーズオンリー、本当はここにもということで、3月8日に、J リーグ浦和レッズのサポーターの集団、浦和ボーイズスネークという人たちが、このサッカーの会場でジャパニーズオンリーという横断幕をこれ会場で作ったんだね。大きな白い布に、スプレーガンで黒でジャパニーズオンリーと書いて、かけたと。これ試合が終わるまでずっとこれ出しっぱなしになってて、これは不適切だからこれ撤去しろというふうに要求した人もいたらしいんだけども、そのままやっちゃった。で、まあそれが悪いということで、この後の試合が無観客試合ということに。はい、おはよう。レコードボックスの交代だったんだよ。ああ、だったと思いますよ。僕は小学校1年生の時に何とかあるから。ああ、そう。昨日停電だったじゃん、昨日。ああ、大変だったね、昨日ね。1時40分頃と、もう懐中電灯照らして、もう夏場だって僕はと。ああ、そう、怖かった。怖かったよ、もう夏場だってと。ああ、そう。9時頃だったらもう停電できたと。ああ、よかったね。そう、死んでた。ああ、そう、はい、はい、行ってらっしゃい。観客がいない状態で、浦和レッズは試合しなきゃいけなかったという、まあ、そういう事件ですよね。まあなんというかね、この差別に対する無神経というか鈍感さというのを私はずっと指摘しているわけですけれども、私のもう戦いのテーマ、企業の中での人権侵害、いじめ、まあ全くでは一つだと思いますよ。自分がされたら嫌なことを人にしちゃいけないというね、この当たり前のことね。社会というものを構成して人が生活していく、みんなで仲良くしなきゃいけないというこの大前提というものが分かっていない。強いものが弱いものを抑圧すること、自分が抑圧されたら嫌でしょ、だから抑圧するのやめましょうよ。この当たり前のことが企業の中でなされていない。だからそれを改めましょうというのが私がずっと呼びかけ訴えている内容なんですね。まあ、このサッカーの会場でジャパニーズオンリーと書くのはけしからん。まあ、この辺では意見は一致するんだけども、このシリーズの中でこの35面の方に、裏の方にもこれこの続きが書いてあるんですけども、飲食店で外国人お断りというふうに書いてあるところもまだある。銭湯なんかでも外国人お断りがある。自分が外国に行って日本人お断りというふうに言われたらどんなふうに感じるか、まあ、それを考えればそういうことをしていいか悪いかというのは分からんなんだけども、そこに考えが及ばない、困ったもんだというふうに思います。今日の歌は耳を澄ましてごらんというですね、1972年本田筑さんという名前のは聞き覚えがありますけどね、が歌ってた歌で、山田太一作詞、湯浅ジョージ作曲というんですね。本田律子さんという歌手がいたという記憶はあるんですけども、顔と名前とも聞かない。
その歌自体もサビのところをちょっとね聞いた覚えがあるんですが、でも難しい歌ですよね。うまくやれませんか。一応やってみます。今日はこれぐらいしておきます。